どうもお疲れ様です速化塾の久保ですえー、今回はですね速化塾の中でもね移植を放つまあ、7回破門をされたけどもまた戻ってきて速化塾の熟成をやっているというねまシーの木安あるという彼についてお話ししようかと思いますまあ、実はね彼はね速化塾の前からの付き合いなんで多分ね今でもやり取りがある人間関係の中で最も長いんじゃないかなと思います まあのビジネスで目覚ましい成果を上げたとかねなんかものすごく有名になったっていうことではないんですよ正直ただ月収100万っていうのはね達成したこともありますしそれから継続的に自分のコミュニティねそっか塾ビギンズとかねワイビックっていうグループとか作りながら活動していた時期はあるんですよまあ、今はね、えー、そういうところから一旦線を置いて 今年また新たに仕掛けるものがあるよっていうことで話されていたんですけどね、まあ、彼の特徴ってのはあお前がいててかかったった思思わせるとところなななんじゃないかなと思うんですよ、うん、例えばね彼に任せるとあの例えばね懇親会とかあるじゃないですか懇親会で15名ぐらいなんだけどちょっと近くの店取っといてくれるって言うと立ちどころにね「あ決まりました」みたいな感じでねあのまとめてくれるんですよで行って期待外れだったことがないんですよね、うん 飲食店の,そのケアにしても価格にしてもそれから距離にしてもねあまり遠いところ紹介されてもしょうがないですからね何かもうそういうのが上手だなというところがありますねそれからまあ気遣いもかなりできるしまあノリがいいですよね結構ねで苦労もしてますしねでなかなかヒューマーのセンスもあるということでどこに行ってもまあ人気なんですよまあ人が集まるところに ポンといてくれたらね本当助かるなっていうような存在ですよね、うん、なんか頭に立つよりも優秀なサブっていうことですかね参謀と言いますか懐刀というか、うん、まあそんな感じなんですよねあのきく君は多分ナミさんのところにも行ったことがあるんじゃないかなと思いますなんか誕生日企画とかでね私の誕生日企画で、うん、その時の縁が深かった塾生さんのところに行って私になり代わってねなんかこう トイレ掃除をしに行きますみたいな企画を急に立ち上げてそれをやってのけるとか、うん、なんかその他ねあのまあ感謝のなんかねイベントを立ち上げてババーンとやったりとかね、うん、なんかそう彼なななりにしかか考えつかないことをやるわけなんですよ、うん、それでこの前10月の1日私東京に行ってねちょっと試合があったんですけども格闘技のそれに出るよって言ったらね彼もね広島からねついてきてね でずっとアテンドしてくれたりとかね、うん、で画像を撮ってくれたりとか私が寝るところまであのつきまとって用意してくれましたよ、うんまあ、なんかすごいなと思いますねそういうのもね、うん、まあそっか自の熟成の中でも自分がビジネスする時には近づいてきてでビジネスが順調になったら去っていくっていうのはね結構いるんですよまあそれでいいんですけどもでもそういう時じゃなくても もう本当に一人の、えー、男としてね人間関係をこうきちんと紡いでるとりあえず行きますわみたいなね <laughs> まあそんなところがいいかなと思いますよね、うん、まあ年始の挨拶とかも結局はねそっか塾塾生いっぱいいるんですけども彼は欠かしたことがないんですよ、うんまあ、すごいなと思いますねあの年賀状も来ましたしね年賀状なんて私も彼以外から受け取ることもなくなりましたけどねはい、まあ、そんなところでね えーまた C の木安ル今年はねそっか塾としてもプロデュースする時期があるんじゃないかなと思いますんでもしかしたらナミさんのとこにもまた行くかもしれませんのでその時はね是非ね生態をサービスしてやってください <laughs> ではありがとうございましたお疲れ様です